車編ですよ。車編なんだ場所とかじゃなくて車編なんだ。いけねえんだよとか言っちゃうとね。暴言編です。どうですか車編は。ドライブってやっぱ結構女の子行きたがるじゃないですか。まあね、多いよね、ドライブデートが好きみたいな。なんでなんですかね。え、自分が楽できるからそっか、その楽して自分の足で歩かず人にこう、しかもこの時期さ、暑いじゃない、はい、暑い中さ、涼しい感じでずっと行けるわけじゃない、はい、運転も特にせずさ、はい、で、行きたいところに行って、見たいもん見てみたいな。眠くなったら寝れるし。うわぁ、悪いやっちゃの。最近ね、口が悪いんだよね。まあみんな我慢するじゃない、大体、うんうん、なんかね、我慢できなくなっちゃった。おじさんになってる証拠っすよ、そこは。いや、これ一つね、理由があるんだよ、はいはいはい、あのテラスハウスさ、あれを見始めてからね、口悪くなっちゃった。あれ、そういうの助長する番組だっけ。いや、そうそう、見たことあるよ、そもそも。ありますよ。あ、あるんだ。第一印象どうだった、見る前。全員嫌いっすね。でしょ。さ、結構それで敬遠してさ、はい、見ない人多いと思うんだよ、はいはい、今あのネットフリックスでさ、あ、はいはいはい、新しいのやってんのよ、新エピソードが、はい、いや、俺ちなみに結構前のシーズンは見てますか。あ、本当に。あの副音声あるで見た、はい、副音声。あ、主音声で見てる。主音声で見てる。あー、ダメ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 なんだよ。あんなね、やつらの話なんかね、聞く必要ないの。副音声が楽しいの。いや、そうか。あ、その外から見てやいのやに言うのが楽しい。そう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 。副音声にするとスタジオメンバーの話をこう聞きながら見れるわけ、はい。スタジオメンバーがまあ口悪いのよ。ユウとかでしょ。そうそうそう、ユウとか。なんきゃんなよちゃんめっちゃ口悪いからさ、夢だけ追っててどうせ何も大成しねえなんちゃらかんちゃらみたいな、そうすごい言ってるわけ。そこまで言うの。いや、めっちゃ言う。これがすごい楽しいのよ、うん、人間がね、ダメ。あれテラスハウス勘違いしがちなのか。だからちょっと狂ってる動物をテラスハウスという箱に入れちゃって、その観察バラエティーみたいな。そうそうそう、ほんとそう。あのね、テラスハウスはあのキラキラした恋愛をしたい奴らが集まってるんじゃないの、うん、自分もキラキラしてると信じている愚かな人間が溜まっている場所をバカにしながら見る番組やのかそれ。多分テラスハウスのね、スタッフもうキラキラした恋愛をさせるためにああいう場所を用意してるんじゃないんだと思う。いや、だからちょっと小バカにするね。そうそうそう、でしょ。だからね、ほんと滑稽だよね、あいつら。千葉って多分行ったことないんですよね。そんなことないでしょ。だってディズニーランドとか行ったことあるでしょ。ディズニーランド、あ、でも小学校の頃ですね。だから物心ついてから行ってないんですよ。小学校4年くらいには行きましたけど、その時まだ物心ついてなかった。遅くね。大体みんな小学校低学年で物心ついて、中3ぐらいで来てましたね、多分。じゃあ、だいぶバカだったんだ。人が変わったようだって言われましたね。それはそうだ、ね、中3の。それまでだって物心ついてなかった。人間じゃなかったんだけど。ちょうど4月2日、年度始まり付けで、すごい、ね、ピターと。ロボットみたいな。プログラムされたみたいな。おいし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 いもうワンテイク、もうワンテイクいきましょう。先行みたいな速さで。どういうこと。いや、ちょっと大丈夫ですか今。ヨケイさん怖がってなかったですか。なんだい、それなんだい。あ、完全に仕切り直すんですね。これね、手に持つ方が怖いですよね。あ、いけ、あっち。もう避けるとかの問題じゃないよね。避けさん、あの僕が急に手大丈夫か。手戦争か。ちょ、あのこれ避けさんがあの花火を近距離で避けるっていうまあドキュメントというか、うん、そういうのを撮りに来たんですけど、その前にこう僕の体がボロボロになるっていう。これはあれかい、飛ばないのかい。風船がピンピンしてるんですよね。いやー、しかも満月じゃないですか。いいじゃん。よくないんですよ、満月ってやっぱパワーあるんですよ、うん、女の人って満月の時にパワーがあるらしいんですよ。でも周期ですよね、波の満ち欠けと月の満ち欠けと、まあ、女の満ち欠けって呼んでるんですけど、ここは世界三大満ち欠け。世界三大満ち欠け。三大つかもその3つしかなさそうだけど。いや、あと清水満ち欠けって考えた。いねえわ。満ち欠け。
まり知らないと思いますけど、うん、後輩の西本かげる君、うん、結構ちょくちょくこういう企画どうですかみたいな、あ、送ってくれるんですよ。ありがたいね。まあまあめちゃくちゃありがたいじゃないですか、うん、ヤギの金玉、羊の金玉どっちだとかどうですかないわとかどうですかとか言う。でその直後に、いやこれはヤギに悪いっすねみたいなことは、お互いにボードゲームでも何でもいいですけど、なんかゲーム持ってきてプレゼンして、うん、誰かにどっちの方が面白そうかを決めてもらう。あ、まあ、でブリオバトルみたいな。そうです、そうです。で負けた方のゲームをやる。人生とはそういうものなのでそれでそこまで、え、そこまでが企画なんです。企画です。人生とはそういうものなのでっていう。でそれでゲームの決着がつきそうになったら俳句とかで勝敗を決める。いや意味わかんない。というストリーキング計画の俳句を上手くなろうのコーナー。いやごちゃごちゃしてんな結局ゴールが何なのかわからんもん。あとはお互い耳かきしてあげるのコーナー。急に雑になった浜田さんが折り紙で鶴を折り終えるまでに猟銃免許は取れるのかのコーナー全10回。いや長いな長いな。海外ドラマのワンエンシーズンぐらいの、こんだけ謎な企画出しまくってきたやつの味噌汁案外普通に食えるねのコーナー。何なのコーナーとかじゃないじゃん。何なのそれ。コーナーの意味履き違えてないじゃん。普通にさ暮らしてても結構きついよ。いやそうっすよ。だって何もないじゃないですか。コンビニとかねないもんね。知ってんのかなコンビニのこと。いや知ってるんじゃないさすがに。テレビとかも絶対ないっすもんね。ラジオも、うん、でもネットフリックスはあるもんね。ネットだけ通ってる。ああテレビもねラジオもねたまに見るのはネットフリックス。なんかそういう CM ありそうだよね。そんな CM できそうだよ。なんならちょっと面白いもん。ネットフリックスの人が見てくんねえかなこれ、うん、買ってくんねえかなこの CM の。この CM の。ああテレビもねラジオもねそんな時にはネットフリックス。いいね。でおばあちゃんがテラスハウスは面白いのって言ってる。いいじゃん。CM の案としていいですよね。老若男女に受け入れ、だいぶっす。いいよ。いいですか外します。